イブンシーナー、イブンシーナー、ゼン、メアブーアリーアル、イコールフサインイブンアブズラーフイブンシーナーアル、イコールブハーリー、980年から1037年6月18日は、イスラム世界を代表する知識人で、哲学者、医者、科学者。その生涯は、幸福と苦難が交差する、ハラン万丈のものだった。英語圏では、アビセンナと読まれる。 当領を意味するシャイフライイース、神の証の損傷でも呼ばれている。中国との交流が多いトランスオクシアナ地方の生まれで、名前のシーナーがシナの発音に似ていることから彼の出身を中国と関連づける説、アラビア語においてシーナーがシナを意味する点からユダヤ人と関連づける説も存在する。当時の世界の大学者であると同時に、 イスラーム世界が生み出した最高の知識人と評価され、ヨーロッパの医学、哲学に多大な影響を与えた。後世の人間は彼を第二のアリストテレス、アリストテレスとシンプラトン主義を結びつけた人間とみなし、アリストテレス哲学とシンプラトン主義を結合させたことで、ヨーロッパ世界に広く影響を及ぼした。アラビア医学界においては、 アルラーズイーと並ぶ巨頭として名前が挙げられている。タジキスタンで流通している二重ソモニシ兵にはイブンシーナーの肖像が使用されている。イブンシーナーは百八十年八月末にサーマン町の朝税官アブドゥラーフイブがあルイコールハさんとその妻シタラの息子として首都ブハラ近郊のアフシャナに生まれる。五歳の時に一家はブハラに移住しイブンシーナーは ブハラの私塾に入れられた。イブンシーナーは幼い頃からクルアーンを学び、10歳で、すでに文学作品とクルアーンを暗唱することができたという。イブンシーナーは父、アブドゥラフによって、教師をつけられ、野菜商人の下で算術を学び、ホラズム地方出身の哲学者ナティリの下で、哲学、天文学、論理学などを学んだ。ナティリから、 ユークリッド幾何学とプトレマヨスの天文学を学び、間もなくイブンシーナーの学識は、ナティリのそれを上回った。しかし、イブンシーナーが読んでいた書籍は受験参考書のような、入門用の啓蒙書であり、原点の畜語訳とは大きく内容が異なっていた。その後、ジュルジャン出身のキリスト教徒の医学者サフル、アルマスイーヒーに指示し、自然学、刑事上学、医学を学び、 16歳の時にはすでに患者を診療していた。後年、イブンシーナーは医学について、指して難しい医学問ではなく、ごく短い時間で習得することができたと、自伝で10回した。とはいえ、この時イブンシーナーが使用していたテキストも、ヒポクラテスやガレノスの著書の畜語訳ではなく、ダイジェストとも言える、家庭医学の指南書であり、後年に、イブンシーナーは、医学の奥深さを知ることになる。 しかし、イブンシーナーにとっても、アリストテレスの思想は、難解なものであり、刑事上学を四十回読んでもなお理解には、至らなかったと述べている。ある日、ブハラのバザールを歩き回っていたイブンシーナーは、店員に本を勧められ、一度はいらないと断ったものの、強く勧められて本を購入した。彼が購入した本はファーラービーが記した、刑事上学の注釈書であり、 ファーラービーの注釈に触れたことがきっかけとなって初めてアリストテレス哲学を習得することができた。イブンシーナーは幼少期について1日のすべてを学習に費やし、不明な点があれば体を清めて神に祈ったことを自伝で改装している。勉強の疲れが溜まった時にはワインを飲んで気分を回復させ、後年にはワインを歌った詩をしたためた。イブンシーナーは 無料で診療を行って、経験を積み、医師としての名声を高めていった。サーマン町のアミール、君主、の病を治療したイブンシーナーは、彼の信任を得、王室付属図書館を自由に利用することが許された。図書館には、記書が多く所蔵され、その中にはギリシャ語の文献も含まれていた。イブンシーナーは18歳までに、蔵書のすべてを読破し、18歳にして、 すべての学問を収めたと自ら十回するほどの境地に至る。図書館の蔵書は、イブンシーナーの知識を深める上で大きな役割を果たした。間もなく図書館は火災で消失するが、イブンシーナーの才能を妬む人間たちは、彼が知識を独占するために放火したと噂しあった。十八歳の時、隣人のあるアルーディに向けて、イブンシーナーは最初の著作、 主治の学問の修正を書き上げた。999年、イブンシーナーが仕えていたサーマーン長が、カズナーサとカラハンアサの攻撃を受けて滅亡する。21歳の時、法学者、アルバルキーのために、全20巻の百科事典、公正な判断の書を書き上げる。同年に父、アブドゥラーフが没し、父の死後に、イブンシーナーは後を継いで宮廷に出資するが、 その死のために生計を立てていくことが困難になる。ブハラの人間たちが、無名の家系出身のイブンシーナーを邪剣に扱ったためか、イブンシーナーは十二歳頃に、ブハラを去って、放浪の旅に出、生涯ブハラに戻ることはなかった。イブンシーナーは、ホラズム地方のウルゲンチの統治者、マームー二世に士官し、法律顧問として活躍する傍らで、医学転犯の執筆を開始する。 ウルゲン地滞在中、ホラズム出身の学者ビールーニーと交流を持ち、書簡を通して、宇宙論と物理学についての討論を行った。ビールーニーとのやりとりは、問答集という書物に記録されており、その中では、弱年期のイブンシーナーの知見を垣間見ることができる。2012年にサーマン朝を滅ぼしたガズナーサのマフムードが、 イブンシーナーらホラズムの学者たちに出資を要請したが、イブンシーナーは、要求を拒む。マームー二世は、ガズナーサの使者が訪れる前に、イブンシーナーにロギンと案内人を与えて密かに逃がし、かくして、イブンシーナーはホラズムから立ち去ることになった。ガズナのマフムードは、イブンシーナーの逃亡に起こり、各地の王行に、彼の捜索を要求する触れ書きを出した。ニシャープールを経て、 イブンシーナーは放浪の末に、カスピ海近くのジュルジャーン、ゴルガンに今を定める。ジュルジャーンを訪れる前に、スーフィーの聖罪分アビーコールルイコールハイルに面会し、ジュルジャーンを統治する、ズイアールアサ君主カーブースの飛護を求めている旨を伝えた。しかし、ジュルジャーンに到着した時にはすでに、カーブースは没していた。失意に沈んだ彼は一人生,生活を送るが、この地で、 相手氏のあるジュジャニーと出会うことになる。あるジュジャニーは常にイブンシーナーと行動を共にし、彼の伝記を書き上げた。ジュルジャーンでイブンシーナーは論理学と天文学を教授し、医学天般の第一部を執筆した。2十1 4年にテヘラン近郊の例に移り、多忙な生活の合間を縫って30ほどの小編を書き上げた。やがて例が、 戦火に見舞われると、ワイフ長が統治するハマダーンに逃れた。イブンシーナーは、ハマダーンの君主、シャムス・ウッタウラの人位となり、シャムス・ウッタウラの戦痛を治療して、能力を認められる。シャムス・ウッタウラの信任を得て最初に起用された。イブンシーナーは、昼間は政務、夜に研究と講義を行う生活を送った。さらにシャムス・ウッタウラの依頼を受けて、 アリストテレスの著書に注釈を復帰することになり、イブンシーナーと弟子たちは多忙な日々を送る。夜間イブンシーナーの家に集まった弟子たちは、彼が表した医学転半と治癒の書の一部を臨読していた。作業の休憩の時には、様々な歌が飛び交い、主席が設けられた。イブンシーナーの制作に不満を持つ軍隊が彼の邸宅を焼き討ちする事件が起きた時、彼は、 しばらくの間、身を隠さなければならなかったが、シャムス・ウッタウラの腹板を治療するために呼び戻され、最小に復職した。1 0 2 0年、イブン・シーナーは、以前から執筆していた、医学天半を完成させる。1 0 2 1年に、シャムス・ウッタウラが没死した後、イブン・シーナーは完食を辞して陰性し、治癒の書の完成像の構想を模索した。 イスファハーンの君主と手紙のやり取りを行っていたが、これを知ったハマダーンの新たな君主様はウッダウラは、イブンシーナーを投獄する。イブンシーナーは、獄中でも論文を書き続け、釈放後に、弟と一人の弟子、二人の奴隷を連れて、スーフィーの宅発像に噴し、イスファハーンに移住した。イスファハーンに移住したイブンシーナーは、聖務から退いて、 著実に宣言したいと考えていたが、イスファハーンの君主アラー・ウッタウラは彼を最初に登用したため、願いは叶わなかった。イブンシーナーは、アラー・ウッタウラに、科学や文学についての助言を行い、また遠征に随行した。アラー・ウッタウラの遠征に従軍した時には、馬上で初期に口述筆記をさせて、著作を書き進めた。この時期の軍事遠征への参加は、 治癒の書の植物学と動物学の章の完成に寄与する。1030年、イスファハーンは、カズナーサの君主の攻撃を受け、イブンシーナーは増書を含む、所有物を奪われる。この時、かつて書き上げた、公正な判断の書が散逸する。病に倒れた時、奴隷に多量のアヘンを飲まされて、財産のほとんどを奪われ、最後まで窮防から立ち直ることができなかった。 日々の激務に体を蝕まれたイブンシーナーは腹痛に苦しむようになり、自身に施した肝腸などの治療によって、容体はますます悪化していく。1037年に、イブンシーナーは、アラアウったウラの浜段遠征に同行し、行軍中に病に倒れる。死の2週間前、イブンシーナーは、一切の治療を拒み、貧者に施しを与えて所有していた奴隷を解放し、 毎日来るアーンを朗読していたと伝えられている。同年6月18日に、イブンシーナーは、ハマダーンで生涯を終える。死因は胃がん、あるいは赤痢だと考えられており、没時のイブンシーナーに、家族はなかった。2012年頃、イブンシーナーがジュルジャーンに滞在していた時、彼の弟子であるアルジュジャニーが、死からの聞き取りをもとに、電気の前半部を記述した。ルジュジャニーは、 イブンシーナーの島で行動を共にし、電気の後半部分を独自に記述した。あるジュジャニーの表した電気は、キフティーの編纂した、知者の歴史に収録され、イブンシーナーの生涯を知る上での重要な資料となっている。ヒジュラ歴では、イブンシーナーの生誕1000年にあたる1952年、ウズベクソビエット社会主義共和国時代のブハラで、 アビセンナ千年祭が開かれたソビエト連邦、イラン王国、トルコなどで盛大な式典が開かれ、多くの学者がイブンシーナーに関する論文を発表した。1981年にブカレストで開催された第16回国際科学史学会では、出席した各国の学者がイブンシーナーの自責を討論した。1980年にはイランイスラム共和国によって墓所に霊廟が、 混流された。ペレストロイカ記に、タジク人のナショナリズムが高揚した際、タジク知識人の中に、イブンシーナーをタジク人とみなす動きが見られ、ウズベク知識人はこの動きに反発した。イブンシーナーは因習に縛られない考えの持ち主であり、同時代の学者であるビギルーニーと書簡を通して、自然科学の諸問題を議論していた。彼の父のアブドラフはイスマーイール派を、 信奉しており、イブンシーナー自身はイスマー・イール派に入信しなかったが、その思想には共感を示していた。イブンシーナーは、王公貴族にも気兼ねなく話しかける大雑把な性格であり、禁欲的な成人とは対極にある世俗の楽しみをよく知る人間だった。自身の世俗的な生活と存在さが反感を買ったこともあって、イブンシーナーの思想は、 多くの論争を引き起こした。しかし、イブンシーナーは経験なイスラム教徒であり、保守的な神学者や法学者からの批判を避けるため、信心を示すペルシャ語の四行詞をしたためた。また、人間の霊魂、神、天体の霊魂の間に共感があると考え、そのつながりを強化するには礼拝などの宗教的行為が有効であると説明した。後世のイスラム世界の学者のうち、 ガザーリーらは、イスラーム神学の立場から、イブン・ルシュドは、アリストテレス主義の立場から、イブン・シーナーの哲学に批判を加えた。しかしナスイール・ティーン・トゥスイーをはじめとする学者は、彼の思想を支持し、証明学派やイスファハーン学派などのイスラーム哲学の諸派や、イスラーム神学やイルファーン、神秘主義哲学に影響を及ぼした。その思想は、キリスト教世界にも紹介され、 13世紀のスコラ学の発展に多大な影響を与えた。イブンシーナーはアリストテレスを哲学、ガレノスを医学の詩とし、アラビア医学の体系化に努めた。医学のみならず、史上初めてのイスラーム哲学の体系化、アリストテレス哲学の明快な紹介が、イブンシーナーの哲学面での功績として挙げられている。彼は、刑事上学を頂点とする学問体系を構築し、 大数学を数学の一部に含め、工学と計量学と機械学を幾何学に含めていた。特に存在の問題について大きな関心を寄せ、独自の存在論を展開した。外界も自身の肉体も感知できない状態で自我の存在を把握できる空中人間の例えを用いて、存在は経験ではなく直感によって把握できると説明した。 この空中人間説は、刑事上学ではなく、自然科学によって説明がされている。存在を、このものと、支持できる、第一実体、このようなものとしか言えない普遍的な第二実体に、分けたアリストテレスと異なり、イブンシーナーは、非抽象的な捉え方をした。彼は、存在を、不可能なもの、ムンタニー、可能なもの、ムンキン、必然的なもの、 ワジブに3分する独自の区別を打ち出し、この区分は、スコラ学者やイスラーム哲学者の受け入れるところとなった。イブン・シーナーはこの3つの区分、本質を構成する要素と存在の関連性を、哲学の基礎としていた。また、存在を、本質の偶有であると考え、一つの本質が、個々の事物としての存在を獲得するために、他者に原因を求めた。イブン・シーナーは、 最終的にすべての存在の原因を第一原因に帰着させ、神こそが第一原因であるとみなした。シンプラトン主義の流出説を用いることで、神の超越性を確保し、さらに創造者である神と創造物を明確に区別する線を引き、半身論と異なる立場をも確立した。アリストテレスが認めていなかった流出論を主張するなど、彼の思想は、 アリストテレス主義から数歩踏み出していたものであったため、しばしばよりアリストテレスに近い思想のイブン・ルシュドと比較される。しかし、思想の根本ではアリストテレスの思想を継承していた。更新のトマス・アクイナスよりもアリストテレスの手法に忠実であり、そのためにアリストテレスの思想をイスラム文化に根付かせることができた。イブン・シーナーの存在の研究は、 弟子のバフマンやアル・イブン・アル・マルズ・バーンらに引き継がれ、モンラー・サドラーらキ菌スラーム思想家が発展させた。イブン・シーナーは医学を物理学から派生した学問とみなし、医学を障害を取り除くことで、本来の機能を回復させる技術と考えていた。彼は実著において、健康と病の原因を究明し、結果に応じて、健康の保持と回復の手段を決定する必要があると述べた。 イブン・シーナーは、医術の実践よりも理論名を得意とし、臨床医学に必要とされる知識を、医学典範にまとめ上げた。イブン・シーナーは、ギリシャの医学者、ガレノスの理論を継承し、時には、批判を加えながらも発展させたが、解剖学の分野など、時代的な政権からガレノスと同じ誤りを犯した、部分も存在する。イブン・シーナー独自の発見としては、新たな薬草。 アルコールを使った腐敗の防止、脳腫瘍と異界用の発見などが挙げられる。ガレノスだけでなく、イブンシーナーは哲学の師であるアリストテレスの説いた四大元素説を理論医学に応用するなど、彼の理論を医学転半において活用している。しかし、哲学と医学の領域、役割を明確に区別しており、他の医学者にも自らの領分を守るよう今しめた。また、 ガレノスやアリストテレスら西方世界の医学論の他にイブンシーナーの医学論は古代インド医学の流れも組むとする意見もある。イブンシーナーは古代ギリシャ世界の影響を受けながら音楽理論を研究し健康の保持には音楽が最も効果的であると考えるに至った。あら、歌ウラのための学問の書内の音楽論を述べた部分ではペルシア語を使って 初めて音楽の調子を表記した。イブン・シーナーの音楽論の基礎は当時実際に演奏されていた音楽にあった。イブン・シーナーは医学論を人間の行動の研究にも適用したことから心理学の開拓者の一人にも数えられ、医学転換の中で精神療法を実施したことを述べている。彼は恋煩いを治療する名医としても知られ、当時の医学の手法に従って、 恋煩らいにかかった患者の脈を測り、脈拍数に乱れがあることを確認した。しかし、精神に属する理性と脳の働きを関連づけようとはしなかった。イブンシーナーは自然科学の研究にあたって先人の研究を利用するとともに独自の手法で理論を発展させた。観察と実験によって探究を試みる手法はヨーロッパ世界に大きな影響を与え、 ロバート・グロス・テストやロジャー・ベーコンらが行った実験科学の発展に大きな役割を果たした。ユークリッドの言論の最初の二つの工順について定式化を行い、アラビア世界におけるユークリッド解釈の道を開いた。また、ギリシャ世界では自然数のみにとどまっていた数の概念を正の実数に相当するものにまで広げた。ユークリッド解釈は、 ナスイールティイン2スイー、数の概念は、ウマルハイアームに、後世のアラビア世界の科学者に継承される。先生術に対しては、批判的な見解を取っていたが、天体が全ての自然物に影響を与えている観念は認め、天体の影響は人知を超えていると考えていた。アストロラーベに代わる観測器具を考案したが、 彼が考案した器具には16世紀に考案されたノニウスの原理が初めて用いられていると言われている。イスファハーン時代には天文台の設計に携わり、その時にプトレマイオスが発明した観測装置の問題点を多く指摘した。治癒の書に収録されている天体地帯論においては、 大地が球体であることを様々な方法で論証し、中世キリスト教世界の地球観に影響を与えた。同書に収録されている気象学は、地理、気象、地質学について述べた章であり、作り山運動の説明など、一部には近代の地質学との類似性が見られる。ホラズムでは隕石を溶かして、成分を分析しようと試みたが、灰と緑色の煙が生じただけで、 金属質が溶けたと思われる物体は残らなかったと記録を残している。イブンシーナーは錬金術についても否定的な立場を取っていた。すべての金属は起源を一にする錬金術者たちの考えは誤りであり、金属はそれぞれ独立した種であるため、その種類を変える方法は存在しないと主張した。この主張はロジャー・ベーコン。 アルベルトゥス・マグヌスらヨーロッパの学者にも影響を及ぼし、彼らは錬金術における金属転換の考えに批判を行った。一方で、イブン・シーナーは神秘主義的な思考も持ち合わせ、夢判断を肯定して本を表し、奇跡や超自然現象にも関心を示していた。イブン・シーナーの著作の数は100を超え、数学、物理学、科学、音楽、 博物学、クルアーンの注釈、スーフィズム、神秘主義など分野はあたきにわたり、その著作は包括的な性質を持っていた。医学における著作、ある、キューガンファイアルティブ、哲学における著作、キーターブエールシーファが有名。自らの思想を簡潔にまとめた、晩年の著作、指示と警告や、救済の書、科学について、等の多膨大な著作があるが、 現在までにその多くが散逸している。イブンシーナーの著作は時には、嘲笑を受け、時には廃棄された。彼の死後、アッバース朝のカリフの命令によって、著作の多くが焼却された。だが、12世紀半ばからヨーロッパで、イブンシーナーの著作の翻訳が進められ、13世紀に、クレモナのジェラルドによって訳された本は、ヨーロッパ世界に広まった。学術書だけではなく、 アラビア語とペルシア語を用いて文学作品と詩文、詩論を書き、後世の詩人に影響を与えた。代表的な詩として、鳥の章、ハイイブン・ヤクザーンの章、サラーマンとアブサールの章が挙げられる。初期の著作に使われていたアラビア語の文体は難解なものであったが、イスファハーン時代に文学者たちから批判を受け、研究の末に宣伝された文体を作り上げた。 ある時休廷で、あなたの哲学には見るべきものがあるが、話し方や言葉遣いには関心しないと言われたことは、衝撃であったようで、3年がかりの研究の末に、言語に関する論文を完成させた。多くの作品を表したイブンシーナー自身も熱心な、読書家であり、一度読み始めた文献は全てを、理解するまで話さなかったと、弟子のあるジュジャニーは書き残している。だが、 彼は自分が書いた原稿の複写を取らず、整理もせずに放置しておいたため、ジュジャニーがいなければより多くの著作が散逸していたと言われている。また、ジュジャニーはイブン・シーナーの未完の作品のいくつかを完成させている。医学者としてイブン・シーナーはヒポクラテスやガレノスを参考に理論的な医学の体系化を目指し、医学転半を執筆した。 医学典半の執筆においては、10世紀末のジュルジャーンのキリスト教徒の医学者サフル、アルマスイーヒーの維持百科の書を見本にしたと言われている。医学典半は以下のように構成される。2>, 2巻、5巻の記述の大半はディオスコリデスの著作を転居とし、残りの巻の理論はヒポクラテス、ガレノス、アリストテレスの著作に基づいている。また、イブンシーナーは、 医学典班の内容を1326行の詩の形にしてまとめた医学詩集を表した。医学詩集もラテン語に訳され、中世ヨーロッパの医学生に愛読された。医学典班は、当時におけるギリシア・アラビア医学の集大成であり、ラテン語に翻訳され、ラテン世界ではカノンの名前で知られている。ヨーロッパにおいて最初に医学典班に興味を持ったのは、 ロジャー・ベーコンら13世紀の哲学者であり、やがてフランスやイタリアの医学校で教科書として使用されるようになった。ヨーロッパの聖堂の多くにはイブン・シーナーの肖像が飾られ、ダンテの新曲においてはイブン・シーナーはヒポクラテスとガレノスの間に置かれた。ルネサンス期に入ってヨーロッパにおける医学転半の権威に陰りが現れ、16世紀の医師パラケルススは 彼をヒポクラテス、ガレノスと共に旧兵医学の代表に挙げて批判した。1527年の聖ヨハネの日の夕方、パラケルススは古い医学の弊害を浄化するためにバーゼルで医学転搬をはじめとする古典衣装を焼却した。また、近代解剖学の草分けであるアンドレアスベサリウスもイブンシーナーの研究を批判した。しかし、 ヨーロッパのいくつかの医学校では17世紀半ばまで医学転半が教科書として参照され続けた。インドでは20世紀初頭まで医学転半が医学教育の入門書として使用され、中東諸国の中には20世紀以降も参照している地域が存在する。哲学者としての彼の主張、知恵の書は膨大な知識を集めた百科事典的なものである。 医学典半の体になる書籍として紹介され、以下の4つの主要な部分に分けられる。イブンシーナーは治癒の書の中で人間の知識を理論的知識と実践的知識に2分した。前者には自然学、数学、刑事上学、後者には倫理学、経済学、政治学を分類した。この書はヨーロッパ世界にアリストテレスの思想を紹介したことにも、 大きな意義がある。だが、難解な内容と、粗悪な翻訳のため、治癒の書がヨーロッパに与えた影響は少なかった。12世紀に出版された発訳本は、物理学と論理学の一部しか訳されておらず、他人が書いたと思われる、天文学についての記述が追記されていた。後の訳本にも原本に書かれていない記述が追加されており、ヨーロッパで、 治癒の書の全体像が知られるには多大な時間を要した。晩年に表した救いの書は治癒の書を簡潔に再編したものであり、その内容はアリストテレスの思想により忠実なものになっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。